芥川山城は大阪府高槻市の三好山にあった日本の城。当時の故障は芥川城であるが同じ高槻市との町周辺にあった城も芥川城と故障しており、高槻市が便宜上、三好山にあった城を芥川山城と故障したため、現在多くの文献でも芥川山城と故障されている。2017年4月6日、 俗日本百名城に選定された。芥川山城の石碑芥川上流、雪津橋上の口芥川山城は、飯森山城と共に、大阪府下では最も規模が大きな城石で、以降の残存状態も良好で、戦国時代の典型的な山城である。芥川山城は、標高182.6メートルの三好山に、築城されている。 東に隣接する帯子山の方が192.3メートルと高いが山頂部がなだらかであるため城郭には不向きで、摂津橋の切り立った断崖など地形を重視して戦地されたと推定される。戦国時代に山城を築く場合に、どのような山を戦地したか、どのような考えで城郭を築いたかの参考となる城である。高槻市北部に位置し、北、西、 南の三方を芥川で囲まれて、旧街の上、天然の要害として築城された、古文書に芥川城とだけ記載されている場合は、その町周辺にあった芥川城のことなのか、三好山にあった芥川山次郎を指しているのか、はっきりしないことがある。これは、芥川城の廃城時期が明確でないためである。また、芥川城及び芥川山次郎、 細川正元以来の細川政権、その後継といえる三好政権の本拠地として捉え、芥川山城の築城もその流れの中で考える、見方もある。この城の文献における所見は、永正7年10月に、芥川の北に通り河川大戦の受けるを城郭に、蘇我前へという記載があり、これが、芥川山城のことを指していると思われる。同書によると、 築城にあたり昼夜健康で300名から500名の妊婦が動員されたとも記載されている。初代上主は、野瀬頼常であるが、永翔13年8月に没しており、二代目上主は、息子の野瀬頼明、さらに、大英三年には、野瀬国来が三代目上主になっていたと思われる。大英六年、細川高国による、香西元盛謀察に激怒した、 高材元森の兄の旗の種道、柳本賢治らが反乱を起こす。旗の種道らが丹波から京都へ向かう途中、芥川山城を含む摂津の城を幸福会場をさせた。この際に、野瀬こくらいは逃亡したと思われる。三好長慶像、三好義沖像天文2年4月、淡路に追われていた、細川春元が軍勢を引き連れて、芥川山城に入城した。この時期、 細川春元は大きな権力を持っており、芥川山城も繁栄期を迎え、新しい車が増設され、防御施設も拡充されていったと思われる。天文5年に春元は京都に移り官僚に着いたが、たびたび芥川山城に戻り式をとっている。これは芥川山城が要害の地であったからである。天文8年8月、春元は三好町警によって、 京都を追われた。芥川山城には、三好長兄が入城したが、両者の間に和議が成立し9月13日に退場。代わって春元派の薬師寺与一が入城した。その後、春元と同族の細川氏綱との間に確出が、生じ、天文15年に、芥川山城は、氏綱方に奪われたが、翌天文16年に、三好軍に包囲され、6月26日に、 芥川山次郎は、無血解除し、長兄の支配下となった。三好長兄は父、元長の重邸にあたる芥川孫十郎を上手に、つけた。しかし、天文22年7月、孫十郎に、無本の疑いありと判断した長兄は、芥川山次郎、包囲8月12日、孫十郎は老城戦の末に兵糧が尽きて、降伏した。 孫十郎が退去した後は長兄自身が入場し、摂津における拠点として、ここから各地に出向いていった。この頃にも、芥川山城は再び防御施設を拡張していったと思われる。永禄三年に、長兄は河内飯森山城へ移り、息子の三吉義雄が上司となった。しかし、永禄六年八月に義雄は十二歳で急死し、翌永禄七年七月、 息子の後を追うように長兄も、飯森山城で没した。吉岡後は、三好町一が上手になっていたようだが、A61 年9月28日に、織田信長が摂津に進行、高槻の天神馬場に陣取り芥川山城を攻撃、その日のうちに落城市町一は、細川明元を連れて、阿波国へ逃れた。織田信長は、翌29日に、 芥川山城に入城し、摂津三守護であった、和田惚政を上主に据えた。翌禄十二年一月五日、三好三人衆は、将軍、足利義明の住む屋敷を襲撃する事件を起こした。これに対し、和田惚政がいち早く駆けつけ、三人衆の撃退に大きな役割を果たし、この功により高槻城も与えられることになる。は、高槻城に入り、 家臣の高山とモテルに、芥川山次郎を預けた。しかし、この頃よりこれまさは徐々に、近隣諸国との間で確執を生じ、元気2年8月、白井河原の戦いで、荒木村重、中川清秀に打ち取られた。その後高槻城は、息子の和田これ長が継いだが、これを後期と見た、高山とモテル、渋谷不死は元気4年4月、おもんみ町を追放し自らが、 高月城主となった。この時に、芥川山城は廃城になり、60年にわたる歴史を閉じたと思われる。芥川山城は大きく3つのブロックから構成されている。江戸時代末期の石垣城内の参道は、東狂和軍の東側にある。土橋、縦イ類跡は、東狂和軍と中央狂和軍の境に位置する。東狂和軍の入り口付近に、 石垣が見受けられるが、これは江戸時代末期もので、廃城後の石垣である。現在は東車郡より参道が整っているが、芥川山城の大手通りはこの中央車群のここより侵入する。またこのここを後には山城には珍しい石垣跡が存在している。この石垣は戦国時代の技術ではありえない組み方をしており、現在でも議論になっている。 三好長兄のもう一つ、巨城井森山城にも同様な石垣があり、三好長兄時代に構築された可能性もある。また、最後の城主であった高山友モ重友親子時代に、織田信長方の築城ノウハウを取り入れたという説もある。ここという点から防御用の石垣ということも推察されるが、今後の詳しい調査が待たれている。また、 出丸跡の最先端部には、倉が構えられていた可能性がある。本丸跡は、三好山の山頂に位置する。この本丸跡で、高槻市教育委員会によって、発掘調査が行われ、祖先跡が検出され、古典的な施設が建設されていたのが確認できた。山城は、通常、倉庫程度の簡単な施設が、山頂に建設され、 山麓に館を建て生活の基盤としているのが常だが、住居空間も山頂に建設されているのは珍しい。また、この調査で1556年の火災跡も発見され、この施設は三好町慶時代には建設されていたことが判明している。原村伊豆は、芥川山城の付近にあった原村の村域を描いた絵図。作成年代未詳。 原村は、芥川の上流に位置し、江戸時代より観点作りが盛んな場所であった。絵図は電磁、池、山等がきれいに色分けされている。この絵図の南西部に、三好町経舎という記載が見受けられる。これは、芥川山城の本丸にあたる部分で、現在でも町経を祀っている。南南東の長望、天野忠之、造歩版戦国期三好政権の研究記を踏み移動。 2015年。ISBN 978から4から792410391。ありがとうございます。